ストライクドキング、堀ちゃんみやこです。カルソです。よろしくお願いします。お願いします。オセロの重心が近いと思うんですよね。まあ、最近のね、重心が回のキャラたちを見てると。キャラを見てると、いや、そろそろ重心が回なんじゃないかなって思って。いや、待ちに待った。なんなら俺、去年ワンチャンあるかなと思ったけど、やめてくれって思ったの。はいはい、やめてくれ。別に去年の回の流れだと、うん、上積みがそこまでね。そう、上積みが全然ねえな、みたいな。今年の回のキャラ見てると割と強めになってるよね。そう、割とね、そう、うん、今の流れだと最近だとベルゼブブ強いじゃん。ケットシーとかケットシーとかね、うん、普通にさ、まだ実装されてないけど火曜日に出雲来るじゃん。出雲も結構強そうじゃん。サタンとか、そう、サタンとかもね、あの辺の回がね、なかなか強いの結構力あるんで、いや、そろそろいいなと思ってってな感じで、今回はオセロを重心化回した時のスペックを俺らで考えたいと思います。はい。でも予想じゃない。予想じゃない。もうこうなってくれっていう。あるある。だから分かんない。今だから今から作り始めるかもしれないじゃん。ああ、もうじゃあ見てくれと。そう、もしワンチャンあの公式さんが見てくれたら、あの多少汲み取ってくれるかもっていうあがきをしたいの俺は。うん。あがかして。まあまあ確かに。作った人の次にオセロのことしてたミヤボーだから、ね。そうよ。頼むよ。頼むわ。はい。ってな感じで、ちょっと今回はちょっとスペックをね、まあ俺らの希望込みのスペックを出すんで、はいはい、やつが今話し合って出すんで、見てたら汲み取ってください。完全に自分勝手動画になるんだけど、はい、こうなってほしいっていうね。はい。はい、よろしくお願いします。はい、まず捨てからちょっとね、いきましょうか。うんうん、まあ、捨てねめっちゃいいわこいつ。こう捨てだよね、オセロ言うて。あのね、このままの捨てで出しても現代戦えるレベルで強いから、うんうんうん、ステータスこれでいいんじゃないかなって思ってる。じゃあアビリティいきますか。はい、これアビリティが一番大事ですから。まあ、そうですね、もちろん。まあ、弱点キラー今持ってるね。弱点キラーで重心がないんだったらコネクトスキルっつうのが入るんだよ。うんうん、コネクトスキル、まあそこをちょっと分けていこうかっていう感じ。今この中の現状のアビリティ、弱点キラー、レザバリキラー、レザストップ、超アンチワープ、うん、とりあえず弱点キラーは M にしてしていただけますかね。やっぱ反射だしね。そう、反射なんで、そう、世の中的には反射の弱点キラーはてなみたいなことを結構言われるじゃないですか。うん、だってラプラスの時もひどかったじゃん。弱点キラーエアルだけど感情じゃねえから当てられづらい、使いづらいみたいな言ってる人もおったやん。まあそれはその通りじゃん。あ、その通りなんだよ。うん、だからじゃあまあ統計高くしてもいいんじゃないかって話ね。そう、だからいいかなっていう。ね、いいと思います。そう、結構尖ってるかなと思って、反射の弱点キラーっていうことで、うん、ジャッキー M 略しちゃってるけど、まあその次重要、スニあったら、スニあったらいいなってやつ、まあ普通にレザストを継承するでしょ。レザスト、スニあったらいいなんだけど、スニあったらいいなって話するなら俺は超ワープもすでいいんじゃないのって気がするけど、さっき超ワープの方が大事だな。ぶっちゃけアンチギミック欲しい。つかこいつ代々ワープしかないから。先祖代々、ワープ家系なのよ。ワープ家系なの。ワープしか知らないんだ。ワープしか知らないから、ほら。本当に。ワープしか知らない。ワープの世界しか知らない。ならまあ、すでえやろ。すでえか。すでえじゃないの。で、超ワープもそのまま、あれだよね。引き継ぎでいいよね。はい。ジャッキー M 超アンチワープ。もうこの地で強いけどね。なんか、火力はすごいってのがあるけど。ゲージなんすけど、あったじゃないですか、構成点渾身ですよ。そういうことね。渾身、あれ構成点は実験台っすよ。これオセロのために生まれたアビリティだと思うんすよ。渾身、ほら渾身っぽい顔してんじゃん。もう俺は絶対につかないと思うよ。絶対につかない。いやー、もう渾身はオセロのために生まれた俺アビリティだと思ってますよ。けどやっぱあのスキルはね、やっぱパワー型の殴りキャラは全員欲しいもんね。全員欲しい、正直。いや、渾身生まれた瞬間に、ああ今年パワー型の時代来るなってちょっと思ったもん。うん、ワンチャンこれパワー型についてるやばいなっていうアビリティじゃん。あれスピード落ちる代わりに殴り火力3倍になるっていうね、
あの神アビリティ、うん、でオセロしかも配信で使いたいってパターンもあると思うんだよね。じゃあ前のパターンだったらそうだったじゃん。そうね、はい、一部の人しか思わないかもしれないけど渾身はね絶対欲しいの。だからゲージで渾身を絶対入れます。絶対入れてください教養一気になんか限定キャラレベルになってきたけど悪いよったジャッキー M 超ワープゲージ渾身、もうそれだけでなんか限定とかで出てきそう。やばすぎ、ね、でコネクト、コネクト行こうかな。さっきコネクト、はい、コネクトがまあさっき言ったねレーザーレーズ、まあ、レーザーバリ、うーん、レーザースト超欲しいね。結構気になってたんよね、うん、レーザーストップするけど全然回復せんやん、うぜえみたいな。そう、ね、あのね超レーザーストね、めっちゃ強いアビリティですわ、うん、ぶっちゃけね、ぶっちゃけめっちゃ強くない？超レザストならめっちゃけこのままのオセロでもいけるとこ増えるからね、だいぶぶっちゃけ ねぶっちゃけ増えるそんぐらい強いからやっぱ置いとくだけで、だからいや置いといて結構ダメージ受けてうぜえなと思う時あるんだよな、うん、待って一旦置いとこう、一旦置いとこう。ちょっと難しいわこれは。難しいか、難しい。さっきアンチアビリティもう一個欲しい。はいはいはい、あのワープしか知らない男なんですよオセロは。じゃあ一つアビリティ教えてやるか。1個を習得させよう、この時代だから、やっぱタービはさすがに今ニアビでも少ないんだよ。そうそう、今の時代ね、マインブロック減速感だと思うよね。そうね、だけどやっぱマインはもらいすぎよね、メインだし。だいぶ超マインもらっちゃう、だからもらいすぎそれもらいすぎだねそれはよくない本当になさそう。じゃあまだ超とかも存在しないブロックとか。いやだから俺はまあブロックか減速カメラじゃないのっていうトレンド的には嬉しいね。嬉しいし、でなんかブロックと減速カメラどっちがあったら広がるかなと思った時に俺はブロックの方があった方が広がると思うよね。いや結果ブロックやっぱり、オーケー、うん、結果ブロックだな。あの高難易度をパーって見た時になんかアリアぐらいしかパーって浮かばないけど、うんうん、シンプルにブロックはもう邪魔すぎた。だからオセロで縛りでプレイしてる時もなんかあもうブロックあるからもう 100% 無理じゃんってところ、はいはい、多すぎた。正直減速壁、重力、マインとかって、まあ、別にその動きを阻害、なんかなんだろう、別に動けないわけじゃないじゃん、はい、ブロックってもう露骨にさもう 100% のダメがあるからね。そう、あもう 100% ここから出れねえじゃんとかなったり、動きを阻害されるのがうざかったから俺はブロックが欲しいな、はい、じゃあブロックにしましょう。めっちゃ広がると思う。でブロックこれね、まあ、ゲージはねもうね俺分かった、もう渾身だけでいいわ。おう、じゃあブロックを巣に持ってきます。おお、珍しいね、スニブロックは。スニブロック、はい、まあ、切れないね、もうそこは。まあ、コネクトで、なんかね、艦隊組めないとうざいから。はいはいはい、大概艦隊組めないじゃないですか、落脚じゃないと。そうですね。で、ブロック使えないってのがだるいんで、あのブロック巣に持ってきます。はい、アンチブロック、お、強い、ジャッキー M 超アップ、アンチブロック。けど、そうなるとさもうレーザーバリキラー、レーザーストップを分けるかコネクトに一緒に行くかの2択じゃない？超レーザーストップ、巣に欲しいっすね。じゃあ巣に。やっぱコネクト艦隊で使った時に発動しないでくださいから。はいはい、超レーザーストップちょっと欲しい、回復するのが強いんだもん。はいはい、じゃあこれで。いやなんかもう願望 100% やなと思って願望 100% よ願望 100% でしょ。まあ、でも2個対応、ジャッキー、レーザースト、うん、ゲージ更新5つで、これでまあコネクト1個かな多分。はいもう決定、レザバリキラー誰も発動してないだろレザバリキラー更新2個分。はいはい、決定しました。だから1、2、3、4、5、6、6個にします。本当はもう一個欲しいけどね。うんうん、でもちょっとまあ、ギリギリ、なるほど、これギリギリかなと思います。はい、じゃあアビリティは決定かな。はい、一旦。いや結構これが来てくれたらにっこりというね感情戦のようになりました。いや楽しみだな、オセロ重心化。はい、じゃあ SS、 あのね SS もね上積みあったんだよね、ここ最近。ムクロとかね、あの打撃レーザーだけど倍率乗ってるやつ、まあ一応あのリコルとかも倍率乗ってたんだけど、
オセロってリコルの前だったのかな、重心化が。だからいろいろ打撃レーザーってだんだん改善されてってて、倍率が伸びるようになったんですよ。ちなみにこのオセロは倍率持ってないね。1倍1倍っていうレーザー部分が強いのかな、っていう感じなのよ。倍率もらいましょうよってところな。はい、あの2段階目5倍ください。5倍。はいはい、初段5倍ください。やっぱ超パワー型なんで、その超パワーを生かせるようなストライクショットだと思うんですよ、これは一つの。はい、宮本さんちょっと考えてもらっていいですか。はい、2段階で5倍ですよね。はい、渾身3倍、15倍。はい、ジャッキー2倍ね。はい、30倍。はい、超キラー 1.5 倍あるよね。45倍。はい、レーザーバリアットの、はい、4.5倍。そしたらそこから超ワーク。はい、もうぶっ壊れっすね。根を超えます。根を超えた。まあ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 いいんすけど、まあありねありえねえなって。まあいいんじゃないですか。5倍ね、欲しいね。はい、5倍、5倍欲しい。5倍ください。みちゃんカメラどうですか。2倍。まあいいんじゃないですか、ちょうどいいんじゃないですか。2倍。はい、はい、やっぱ待って、2段階目5倍じゃなくて4倍にする。4倍。おお、なるほど。あの、一応半分にしたね。はいはいはい。2、4ね。ちょっと、まあ、それでもまあ、ネオぐらいの。全然、倍率的にはいっちゃうけど。倍率的にはいっちゃうんですけどね。ああ、それでいこう。俺、チョパで 1.2 だからね、さらにかける。もちろん88いいんだよね、ターン数は。もちろん88。88。88でいいから、ね。んで、大事な大事な、友情コンボ。友情コンボ。友情コンボね。まあ、順当にいけばよ。だいぶ上積みあったんだよね。うん。まあ、順当にいけば、長距離ランドクラッシュと白爆発言える。普通に強化するんだ。もうやめて。長距離ランドクラッシュはランドクラッシュ好きなんだけどさ、時代に追っついてね。あのね、上位にラウンドスパーク、ラウンドバーストがあるんですよ。けどパワー型とはいえ、ジャッキーエムレザバリキラーの長距離ランドクラッシュはまあまあなんか。普通ぐらいに強いんじゃないの。いや、普通に強そうだね。普通に強そうだね。普通に強い気もするが、まあそれじゃ足りんと。なんか運営の考え方としてランドフラッシュの、まあね、進化の延長線上にそれがいるかがわからん。進化ラインにね。そう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 、それなんだよね。それなんだよな。待って、ラウンドフラッシュ持ってるやつがラウンドスパークになったパターンってゼロだね、多分。俺の覚えてる限りはいない。じゃあもう完全派生じゃないよ。派生しない、属性派生しない、これ。でもう超理想の話するよ、うん、ラウンドスパークとラウンドバーストつけてください。これ超理想の話。むせるな。むせるな。もういや、限定でもまだ追加ねえわ。いや、それが理想よ。ラウンドスパークで。っていう人は、いや、まあ最高点言ってかないと。はい、ラウンドスパークと白爆にする。ラウンドバー、ラウンドバー。白爆で、白爆で。そこは白爆は白爆で使いやすいよ。まあそれはそれだからね。そう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 。はい、じゃあてな感じで、ラウンドスパークと白爆熱い言えるて、よろしくお願いします。え、じゃあ一応最初からいくか。じゃあオセロの性能決まりました。はい、じゃあ捨てからいきます。はい、捨ては、まあ、HP はこのまんまぐらい、31563、はい、攻撃力42000、はい、ゲージ込み、スピード300。ねえ、アビリティ発表します。弱点キラー M、スニね、スニ弱点キラー M、超アンチワープ、アンチブロック、超レザーストップ、ゲージで渾身。コネクトスキル、レーザーバリアキラー。コネクト条件が自身と線形が異なるキャラ1体以上編成、ラック100以上。友情コンボ、ラウンドスパーク、白爆発ギエル。これで、怪物できたね。これが緑の目をした怪物なのか。あ、新しいオセロです、これが。はい、願ってます、願ってますんで、よろしくお願いします。頑張って考えたんで、
もう多分ね2時間ぐらい収録してますよろしくお願いします。頑張って考えたんで、ぜひぜひお願いします。はい、まあいろんな意見あると思います。想像できますなるわけねえやろまあでもなんかこの中でもね、なんかとりあえずね、まあ俺は特に渾身を汲み取ってくれたら嬉しいかなと思って、うん、はい、書きました、言いました、はい、よろしくお願いします。まあ重心画家へ今年ね、多分結構のペースでされるんで、多分今年中には来ると思うんで、それはまず本当に来ると思う、ね、本当に今年中には来ると思います、うん、100% なので期待しておりますんで、上さんよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ